与市町。与市町は、北海道尻部市総合振興局にある町。与市町は、小樽市から車で約30分、札幌市やニセコから車で約70分、新千歳空港から車で約110分の距離に位置している。北海道内一の生産量を誇る、ワイン醸造用のぶどう園、ぶどう畑があり、構造改革特別区域法による、 北のフルーツ王国よ一ワイン特区に認定されている。また、日本国内で初めて民間栽培によって誕生したリンゴがあり、梨、ブドウサクラんぼなどの果樹園が観光農園になっている。町内には60以上の遺跡が確認されているほか、かつてに神漁で栄えた場所を忍ぶ歴史的建造物があり、現存する唯一の運常家として復元した旧家、余一運常家や、 当時の施設を復元した旧与一元魚場を整備している。二神漁の際に歌われた民謡、騒乱武士は与一町が発祥の地とされており、良好な魚場であった豊浜町に騒乱武士発祥の地石組みがある。北海道北西部のシャコタン半島基部にあって日本海に面しており、東西約2 0 3トル。 南北約4 2トルで総面積は1 4 0 5 9トルある。町内には、余市川、ぬっち川、上り川、ふごっぺ川、ふごっぺ川などが縦断しており、流域に市街地を形成している。余市川は余市だけを源として一部の泥ン地をのぞきおき赤道を形成しつつ、日本海に注ぎ、流域ではリンゴ、梨、ぶどうなどの果樹園や水田。 素材の畑が並ぶ農業地帯になっている。また、北原のアユ生息地にもなっている。海岸線は1 7トルあり、一部はニセコシャコタゴーたる海岸国定公園になっている。ロウソク岩は豊浜町の沖合約5 0 0ルの海上にそそり立っているが、崩落を繰り返して現在の形になっている。日本海を北上する津島海流。 南流の影響を受けるため、北海道の中では比較的温暖な気候になっている。年間の平均気温は摂氏8度ほどで比較差が大きいという特徴があるため、果物の栽培に適した気候条件になっている。7月8月の平均気温は摂氏20度前後、厳冬期の1月2月の平均気温は低く摂氏4度前後であり、真冬でも低く摂氏10度以下になる日は、 ほとんどない。与市町の人口は、小樽市を除くしりべ市総合振興局の町村の中では最も多くなっている。1960年、昭和35年をピークに減少傾向にあり、出生率の低下や若者の町外への流出が要因となって町の高齢が進んでいる。余市町には、縄文時代の早期以降から各年代の遺跡が発見されており、 近世から現代においても北海道内有数の公益場所、二神の戦国場所として栄えた。ところが、二神は1954年、昭和29年の漁を最後に、与一湾への回遊が途絶えてしまい、幻の魚となってしまった。国の機関道の機関地方独立行政法人、警察、消防、 病院電気新聞社、北西学園よい高等学校は、1988年度、昭和63年度から、全国で、初めて中退時と同じ学年から編入できる、転編入受入制度を導入しており、全国各地から生徒を迎え入れているが、運営している、学校法人北西学園は、生徒数の減少などから条件付きで存続することを、決めている。2010年、 平成22年に、北海道余市高等学校、北海道二木商業高等学校、北海道古びら高等学校を統合して、開校した北海道余市工事高等学校は、単位制総合学科を取り入れている。研究機関高等学校、中学校、小学校、保育所、保育園、幼稚園、特別支援学校、学校教育以外の施設。 余一町の基幹産業である農業は高齢化や後継者不足などにより農家数、高地面積が共に減少していることから町として新規収納者への支援に取り組んでいる町内には余一合同生化物地方卸売市場があるまた農業と共に町の経済を支える漁業は地方港湾の余一港や四つの漁港を有しており 作り育てる増殖型漁業への転換を図り、生産性の安定に取り組んでいる。製造業は出荷額の7割以上を食料品が占めており、水産加工品、農産加工品、酒造部門など町の資源を活用した形態になっている。商業では小規模な小売店舗の減少が続いている。一方で大型店の出店により周辺町村の 商業地としての役割を果たしている。立地企業組合商業施設金融機関、郵便宅配便。2030年度末の北海道新幹線、新函館北斗札幌間開業後は町内を経由する予定であるが、駅や信号場は設置されない。日本海沿いの国道、国道229号、国道5号は、日本海追い分け相乱ラインの愛称がついている。 高速自動車国道を高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 A 路線一般国道都道府県道の道道の駅。史跡重要文化財登録有形文化財。天然記念物名称史跡有形文化財。水産物。水産加工品では、エビ、タラ、カレー、イカ、アユ、タラコ、磨きニシン、酒。 数の子などがあり、農産物ではりんご、梨、ブドウ、さくらんぼ、トマト、いちご、素菜などがある。また、りんごのほっぺなどのジュース類、日華ウイスキーによる、よいち蒸留所のウイスキーや日本製酒による、よいワイナリーのワイン、ウイスキー最中、りんごも、中などもある。名誉町民出身人物、ゆかりのある人物、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。